コズの星見部屋へようこそ。今回もね、ちょっとドラゴンボールフィギュアになってしまうんですが、私久しぶりに一番くじ、普通の一番くじ引いてきました。はい。それがね、今、8月8日土曜日なんですけれども、今日からね、開催となってます一番くじドラゴンボールストロングチェインズ、はい、こちらですね、はい。まあ、今ちょっと画面出てるかもしれませんが、はい。こちらのねフィギュアがね、ちょっとね、ジャッキーチュンっていうか亀仙人、はい、これがめっちゃ欲しいんですよ。英雄、はい、無天老師、はい、これがね一番欲しくて、頭部もね2個付属して、ピッコロ大魔王戦とジャッキーチュンバージョンってね、3つの姿を再現できるということでね、これ狙いで本当欲しくてやってきました。はい。まあ、その他にはね、D 賞の、悟空、はい、これもなかなかねかっこいいポーズだなと思ってね、はい。で、あとは E 賞の、まあ、ちょっと解消にはなるのかな、ドラゴンアーカイブス、はい、こちらですね。こちらのね、4種類あるんですけれども、どれもいいなと思って、特に亀仙人と人魚さん、こちらの組み合わせなんてすっごい珍しいと思うんですよね。まあ、フィギュア化するっていうことでね、はい。特に人魚さんフィギュアなんてほぼないでしょ。ドラカプであったかなっていうぐらいだけど、いや、ないな、ドラカプでもなかった。記憶にはないんですよね。はい。なので、これは絶対狙いでしょうって思って。だから、いい賞だから、まあ、それなりに出やすいのかなっていうのもあってね、気軽に今回は弾けるんじゃないかなと思ってやってきました。はい。で、まあ、自分のね、まあ、予算的な感じで、5回っていうことでね、はい、ちょっと決めてやってきました。はい。で、開催店舗はね、近所に1つしかなかったんですよ。はい。で、その1つも行ったら、3回くらいしか引かれてなかったのかな。で、3回とも解消。はい。だったので、ほぼフルの状態ですよ。自分にとってフルの状態って一番危険なんですよね。なぜかっていうのは、まあ、今までの動画を見ていただければわかりますが、私のね、一番くじは残飯っていうね、残り物に服がある状態。はい。まあ、自分で言うところの、ゾーンですね。はい。それ、残飯ゾーンに入る時が一番いいんですけれども、フルの状態で上位賞を引くっていうのはほぼないんですよ、自分。はい。まあ、なのでね、ちょっと一抹の不安を覚えながらもね、まあでも下のね、いい賞のアーカイブスは当たるだろうと、はい。それだけでも1個だけでもね、ゲットして帰れればなという感じで、まあ、やってきました。はい。その結果をね、お知らせしたいと思います。まずはね、一番下の H 賞ですか？はい。H 賞は、名言クリアファイルセットプラスステッカーっていう感じでね、これは選べますね。はい。で、これはね、ファイル、クリアファイルと、しかも今回ステッカーもついてるってことでね、意外にこれもなんか外れ感がないですよね。はい。まあ、これだと、もうビッグガール前のね、アクリルカードの時に出たんですよね。仏滅なギャルでしたっけ、名前。これビッグガールってなんかいいように書いてますけど、仏滅なギャルですよ、これ。可愛いギャル連れてこいって亀仙人が言ってね、悟空がこの子を連れてきたっていうね、面白いエピソードだったんですけどね。
で、その時にクリリンが連れてきたのがあの人魚なんですよ。はい。いや、この回面白かったな。はい。ってなことを言ってますが、H 賞。H 賞は、出てません。はい。H 賞は出てなかったです。出なかったですね。はい。一番快勝だったんですけれども。はい。で、次のね、G 賞はメモリアル原画アートプラスっていうことでね、こちらはね、まあこれも選べるんですが、原画って原画の上になんかこうセル画みたいな感じでね、これもなかなか外れ感ないんですよね。うん、フレーム付きで B4 サイズ、はい、で全8種、これも新しいなっていうので、なんかセル画と原画の プラスみたいなさ、なかなかいいんですよね。で、それなんですが、じゃん。はい、出ましたね。さすがに、そんなね、いきなり上位賞まではいかないです。はい、G 賞メモリアル原画アートプラス。はい、こちらの悟空ね、これ、ブー戦ですね。ブー戦の最終段階、最終戦、はい、これで元気玉投げてね、はい、終わらせるっていう場面のところですね。これね、なかなかいいシーンですよ。で、はい、もう一個あのね、これもね、すごい欲しかったんですよ、あのジスは。はい、特にね、この少年期の悟空なんていいなと思ってね。何気にこれ、しかもここがゴールドに、ね、なってんだよね。箱押しになってんですよ。なかなかこれいいなと思ってね。で、これだったら、あの普通にね、これと、あの、悟空とご飯の、ご飯じっちゃんね。はい、ご飯じっちゃんのやつが欲しかったんですけど、自分何を思ったか、フルにあったんですよ。はい。こんな感じで。フルにあったのに、俺これをね、スルーしちゃったんですよね。あれ、あれがねえなと思って、これはとりあえずあって、よしと思って。で、あったんですよ、これ。あったのに、スルーしちゃって、ねえじゃんって言いながら、で、かといって店員さんもね、待ってるんで、あー、じゃあいいやって思って、これにしたんです。で、後々帰ってから、うん、この、あれを見たらこれあったんですよね。そういえばこれあったじゃんと思って、もう今さら聞かれないんですけど、いや、もったいなかったなと思ってね。はい、いや、これいいですよ、本当。原画もついてるんですよ、これ。いや、これはいいよ。まあ、後でね、こっちだけちょっと開封したいと思います。はい、どんな感じかね。はい。で、次。次は F 賞ですね。アートタオル。はい、こちらですけれども。はい。じゃん。頑張れ、カカロット。お前がナンバーワンだ。はい。アートタオル当たるよね。はい。これもね、あの、これ、あ、ちなみに、あの、もう一つありますよ。はい。はい。これね、これ何気に、また帰ってから気づいたんですけど、まあ、ベジータはいいとして、俺、悟空じゃなくて、天下一武道館欲しかったなと思って。家帰って、冷静になって、これが良かったな。なんかね、やっぱあの場にいると焦るんですよね。なんか店員さん待ってるんで。なのでね、焦ってこっちしちゃったんだよな。冷静になると、ああ、これよかったな、天下一と思ってね。やっちゃいましたね、これも。はい。で、いよいよですよ。これで、あの、まあ、F 賞終わりなんですけども、あと1回ありますね。はい。あと1回、何が出たか。いい賞。ドラゴンアーカイブス。はい、自分の狙いでもある、フィギュアですね。はい、
出ませんでした。はい、出ませんでしたということはもう残りは上位のフィギュアショーになりますね。はい、さあ何が出たか、もう一気にいきますね。一気にも何も一個しかないんだけど、はい、何が出たかいきます。せーの、ダン、俺がベジータだ。はい、Cショーのベジータが出たんですよ。すごくないですか。自分の中でフルに近い状態でフィギュアショーを当てるってのはないですよ、ほとんど。久々ですね、ほんと。上位賞。しかも5回しかやってないのに。しかも何気にこの C 賞がね、ラストワン以外では一番高値がついてるんですよね。このベジータ。だいたい1万ちょいくらいの値段してますよね、今ね。相場的に。なぜかって、多分、まあベジータ自体の人気もあるし、あと、ロットに1個しかないんですよね、これ。うん。だから、よく当てたなと思いましたね。うん、本当は、亀仙人が欲しかったんですけど。はい。しかもこれ何気に見るとね、はい。ここに、2017年12月発売済みの一番くじドラゴンボールメモリーズの B 賞と同じ金型を使用しておりますということでね、使い回しじゃねえかと思ったんですけどね。はい、ただ表情を変えてカラーを変えたってだけですね。はい、まあでもロットに1個は貴重なんでね。はい、これも、後で開封したいと思います。はい、ということでね、私のこの戦利品、今一度見てみましょう。はい、ということでね、5回しか引いてないんですが、なかなかの当たりだと思いますよ。まあタオルとかそういうのはゴミっていう人も言いますけど、はい、まあ、自分の中では、まあ、G 賞も欲しかったやつですし、まあ、タオルはちょっと、自分の範囲外だったんですけど。はい。でもね、C 賞がこれ当たったのはでかいです。はい、やってよかったと本当思いましたね。はい。いやー、よかった。フィギュア出てくれて。だって、肝心の G 賞のね、アーカイブスが出てないんですよ。はい。それがね、1位じゃねえ、E 賞か。E 賞のアーカイブスが出てないんですよ。あれがね、ちょっと惜しかったんで、まあもしかしたらね、またやるかもしれません。はい。ということで、じゃあちょっとね、まあタオルはいいとして、でもタオルもどっちか回復するかな。あと G 賞のこっち、悟空と、C 賞のベジータ、回復していきましょう。はい、ではね、開封していきたいと思います。まずね、タオル、はい、このタオル、悟空からっていうより悟空だけあげましょう。はい、はい、こんな感じ。どうですか。うん、まあ、なかなかね、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただちっちゃいけどね。うん、まあミニタオル、はい、まあ、手を拭くにはいいんじゃないですかね、こういうふうにね。はい、では続いて、はい、続いてこの原画、はい、原画アートメモリアル原画アートプラス、はい、こちらのこっちをね、ちょっと開封していきたいと思います。はい、こんな感じですね。うん、はい、で裏がね、裏がこういう原画になってますね。
うん、裏と表で違うんですね。で一応ここに挟まってるんですけど、これは特に裏も表も特に何もないですね、はい、で、これがね付属します、はい、この立てるやつ、はい、こんな風に立てる。いやこれいいね、うん、これやっぱりいいよ、はい、これね全部並べたら壮観だね、はい、ということで、ではいよいよフィギュア、はいこちらC 賞のベジータ、これのね出来を見ていきたいと思います、はい、では早速ねこれ開封しましょう、はい、中身っていうかねこういう感じですね、まあ、おそらくブリスターじゃないですね、はい、おそらくも何もブリスターではない。出来上がりました、はい、ではね間近に、見てみたいと思います。はい、ではね、間近で、見ていきたいと思います、こちら俺がベジータだ。じゃあ、はい、ベジータスマイル検知はするけどね、ちょうどやこのねふてくされたようなね態度、はい、独特のベジータ顔、ふんって感じね、はい、で全体としてはね、こういうねちゃんとシャドウが吹かれてるんですよね、こういうところに、うん、なのでなんか安っぽさは感じないですね、うん、なんかよくちゃんとこう吹かれてるなーっていうのは見受けられますね。で髪の毛も、艶消しになってるんで、うん、でこの毛先もねシャープに尖ってます、はい、まあ、顔に関しては賛否両論あるかと思いますね、うん、ちょっと自分としてはねちょっと白いかなーって顔色がね、うん、パケート比べるとちょっと顔が白いかなって、うん、それ以外はねバケーと変わんないぐらいのクオリティですね、うん、ちょうどこの角度とかねすごいベジータっぽいよね、うん、逆にこうね下からのアングルの方が似てるかもしれないね、やっぱこうねシャドウ吹かれてるだけで全然なんかこう見方も変わってくるんで、うん、あるとないとじゃ全然違うよね、はい、まあ、まあ、良くも悪くもまあ
番くじのフィギュアっていう感じの、はい、まあ、あえてね、言及はしませんが、まあ、自分としてはね、まあありっちゃありかなっていうね、そこまで悪くはなかった、自分はね亀仙人が一番欲しかったんですけどね、まあ、でもこれを見てねベジータもそこまで悪くなかったなって思うぐらいのレベルです、はい、最近ねあのパケ詐欺がねすごいんでね、バンプレストさんは、はい、っていう感じですね、はい、かっこいいっちゃかっこいいよね。ではね、最後は、回転台座に乗せて、いつものように終わりたいと思いますが、今回からね、ちょっと回転台座の背景とかを変えてみましたので、そこもね、注視してご覧いただければなと思います、はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。